戻られたか、冒険者殿。貴殿の活躍については息子たちから聞き及んでおるぞ。次男のエマネランに至っては命を救われたとか。内心はともあれ、ゼーメル家やデュランデル家から感謝状が届いているほどでな。私も後見人として鼻が高い。まさしく貴殿は我らフォルタン家の友と言えよう。失礼いたします。無礼であろう。何事か。申し訳ございません。ですが急ぎご報告しなければならない緊急事態が発生したのでございます。我らが客人アルフィノ様とタタル様が異端疑惑により連行されてしまわれたのです。何だと。詳しく説明せえ。はあ、ご両人は平民向けの酒場に出入りし情報収集をされていたご様子。その際下賤な者たちと接触されたようで、それを知った蒼天騎士のグリノー卿が異端審問局に告発されたのでございます。グリノー卿とはゼーメル家の血を引く者。知性の欠片もないが武術だけは一流という武骨者だ。危機が喉元を過ぎれば足の引っ張り合いを始める。どうやらイシュガルド貴族社会の悪しき伝統に貴殿らを巻き込んでしまったようだ。